も。あれ、おさないどっちだ。オレンジの方。オレンジか。さあ、おさないさん。おお、いけてる。全然いけてるじゃないですか。いや、まだ。どうやって止まんだっけな。2メートルはバッチリ1年間したはずだからね。あれ、こんなんだったっけ。こんな曲がんない。さあ、どうぞお二方。これなんか黒い雪が降る。黒い雪。早いよ。感覚は思い出せない。どうやって曲がるんだっけ。でんぐり返しみたいに体をギュッてやるって言うんだけど、はい、僕らデブはですね、その置き方よりも逆向きです。はい、押さないグーフィーだっけ。レギュラーだよね、それレギュラーだな。月に帰りたいだろう。明日の腹筋はバキバキになってると。体中無臭になる。なるべく縦に向いてるな。下のおさらいさんのその無様な姿いいっすよ。これだから棒立ち合い。いいね、コミさんと幼い。まず完全に腰引けて、はい、まあ今グーフィーかな、レギュラーかな、もう完全に後ろに体重かけてるから、もっと体重をかけるのと、まずはあの木の葉、得意な方で構わないけど、はい、木の葉で降りてみるっていう練習。その状態のまんまか、もしくはそっち側向いて、そう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 、これがこっち側で立たないとなかなかできないんで、これで木の葉と袖を
これで使ってる人もいる。これを持ちながら、ちょっと待って、ぶっ壊れそうだな、お前の体重。そう雪を掴む感覚を体で覚える。そう暑い。もっといけるんで。ここ結構あれなんだね、狭いんだね。あの、ちょっとあれですけどね。押さないが先滑った方がいいかも。押さないの方がスピード出てるから、多分ウェイトの問題だと思う。バランスそんな難しいからね、ボードね。本当やだ。難しいんだ。俺が最初の頃やってた転び方だ。完全に。元の話で内部行った時もっと滑れてなかった。いや本当ですよ。ねえ、なんかそんなに止まってる感じしなかったんだけどね。まああの頃から比べたら15キロぐらいゾーンになってんじゃないですか。あの板がなんか今までだと全然違うんですよ。あ、そう。明るいから。明るいから。へー、なんか上手い人用なのかね。いいよ、さない、そのままビビんなよ。腰引くな、腰引かないようにね。いいよ、追いつけないよ。いいよいいよ。あー、惜しい。おーい、ナイス。コミさんもうだいぶ滑れるね。もうだいぶ滑れるよ、コミさん。もう完全ターンだよ。やばい、もうちょっと本当なもんね。いいね。
らずに、このままそのまま、ビビらないで、大丈夫だから。いいよ。おお、全然いける、全然いける。うん。おお、いいね。コミさん抜かして。余計に引き抜けないし、まあ安心、ビビらないからね。そうそう、なんだなんだなんだ。危ない、俺のビームサーベルが。あ、後ろだ。外の動きが先ほどとはまるで違う。自分もいいやつですね。だけで見えない、やばい。360度映るから。バブルも持ってる？後ろから行きましょうか。うん、これどっち前ですか？どっちも前なの。あ、オッケ
気持ちいい。なっちゃってるね、いつもコブじゃないんだけどね。もうね、コブでもショートスキーだと簡単に攻略できます。そうっすね。すぐ回せるからね。壁かよ。そう。え、綺麗に行きましたね。刺さった。そう。押さないに見とれてたよ。左。
いいよね。どうしよっかな、どっちに行くか。さっきのリストでよいか、もう一回ここで下ってくるか。もう一回上がって、はい、今何時だっけ、3時7分でしょ。多分ゴンドラは3時半がラストで、はい、3時半ラストか、ギリ間に合うかな。こう滑って登ってそこ下ってゴンドラ乗ってみる、うん、間に合わなかったら途中のリストで上がればいいか。じゃあとりあえずもう一回このリフト乗るか。こっち上がってきます。うん、さあ先どうぞ。これやばくね。